じゃ私思うんですなんだ磯貝さんってどうなんですかえああの反則二部の磯貝さんのことそうガイガイですガイ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 イソ磯貝ですみんなそう呼んでますよ知らないんですかあ知らなかったな貝しかないからガイガイ ひどい,あだ名だないやだって磯貝さん何もしてないじゃないですか朝遅く出社して早めのランチに出てその後喫茶店に行って戻ってきたら新聞読んで夕方誰よりも早く帰って昔からそうだからな磯貝さんって昔って俺が入社した時からあんな感じ 部長と磯貝さんって、磯貝さんの方が先輩なんですか <laughs> 入社した時にはいたから、多分そうかな。へえー、信じらんない。磯貝さん、妖怪ですね、そうなると。<laughs> 妖怪かもな。コロナで業績とか悪いのに、いいんですかえ,え何が磯貝さんみたいな人雇ってて、ですよ。ああ、は そういうの俺が決めることじゃないからなでもみんなが何とか稼いでるのにあの人何にもしてないのにあそういうの何て言うんでしたっけえっあそうそうそれです給料泥棒 <laughs> まあでもいいんじゃないかなそういう人がいてもへえー、ショック部長なら分かってくれると思ったのに。 なんかさ、磯貝さんってお守りみたいなもんだからさお守りうん一回さ8年くらい前かな新しい専務が親会社から来て磯貝さんたちリストラしたんだよえ知らなかったそしたらどうなったと思うえもしかして呪い殺された <laughs> そんんななわけないじゃん優秀な人間しか残ってなかったはずなのに売り上げガクンと下がっちゃったんだよねえ売り上げが何で下がるんですかわかんないんだけどさ非効率な存在がいるおかげでなんか頑張っちゃう人もいるのかななんか必要悪っていうやつなのかもねうんかるような気もするけどそれで 専務がいろいろ考えて磯貝さんたち呼び戻したんだよそしたら売り上げが戻ったというか伸びただからそれから磯貝さんたちはなんかあのまんまいてくれたらいいやって感じになっているだけでいいってすごくないですかそうそれで反則二部ができたから二部って磯貝さんだけだし確かに あそうだお守りだな会社のお守りなのか会社のそういうことあそういうことか役に立ってない人なんていないんじゃないかなみんなどこかで何かの役に立ってるんじゃないかな分かんないけどそうかもですね分かんないけど。 そうだといいよね、かんないいいけどそうだとですね分かんないけど。そうだと分、ね、かんない分かんない,わかんない言い過ぎだけどそう考えると世の中磯貝さんを邪魔者扱いし過ぎかもよ効率効率言って非効率なものを消そうとするけど非効率なものが効率上げてたりするってなんかそんなものじゃないあ磯貝さんだ。 いつもの喫茶店行くんだ立ち止まったかがんだぞ何してるんですかねあ分かんない何か持ってる花かな花です誰かにあげるのかもね誰にあげるんですかねあタバコ屋のおばあちゃんにあげた 一番最初に会った人にあげたのかな。なんか。タバコ屋のおばあちゃん。いい顔してますね。本当。いい顔してるな。